先代 R30 型で実力と人気が完全復活したにもかかわらず、1985年8月に登場した7代目の R31 型スカイラインは先代とは路線を変えてきた。日本のハイソカーブームに呼応して豪華サルーンとしての性格を強めたのである。デビュー時のラインナップはフォードはハードトップ、セダン、ワゴンというおとなしいもの。ファンが期待したツードアクーペは86年5月までお預けとなった。しかし7代目の本当の興奮はその後に待っていた。それが87年8月800台の台数限定で発売された GTSR である。 GTSR はグループ A レースでのタイトル奪回のために開発されたモデルで、その内容もスポーツ性の高いものだった。パワーユニットのベースは GTS に搭載されていた最高出力180馬力最大トルク23キロの RB20DET 型直六 DOHC ターボ。 GTSR はこれにステンレス製エキゾーストマニホールドや T04E タービンなどを組み合わせ、最高出力210馬力最大トルク25キロというスペックを実現したのである。このエンジンは型式名も RB20DETR と呼ばれる特別な存在だった。足回りやエクステリアにも変更が施された。ノーマルの GTSX には車速を感知して飛び出すフロントスポイラーがついていたが、 GTSR は逆にこれを固定式に変更、リアスポイラーも一回り大きいものを装着した。さらに外装色にはブルーブラックの専用色が用意された。この GTSR をベースとしたグループ A マシンはレースで大活躍し、89年には D-BOX スカイラインがシリーズチャンピオンに輝いている。一方でこの GTSR はファンの間に GTR 論争を巻き起こした。なぜ GTR ではないのか、その答えが R32 という形で示されるのはそれから2年後のことである。